高橋雄生ですね。キーボードを演奏しています。そうですね、まあ、最初何か分からず2つの家に行って、まあ、レコーディングさせていただいて行って、ドラマの主題歌って言われてびっくりしたのと普通に嬉しかったですね。今なんか新しいアルバムかなぐらいの気持ちで行って、あ、主題歌なんだと思って結構嬉しかったですね。スタッツ君の音楽性がすごい出てるし、プラスそのバンドでのアンサンブルとかうまい具合にこういいところが組み合わさってできてるっていうのなんじゃないかなと思います。いろんなバージョンがあるのでミラージュなんですけど、ぜひ全バージョン楽しんでいただければと思います。